コンゴタンとは、モンゴル部に属する遊牧集団の名称。オロナウル部から分派した氏族で、同じく、オロナウルから分派した氏族には、アルラとケレングトがいる。モンゴル筆士では、中アキラ中、カツダン、原子では、キコツ骨ウシ、アキラ愛炭士、修士では、アンケイクティンと記される。書籍によってはコンゴタンとも表記される。コンゴタンが、オロナウル部から分派したことは、 各種資料が一致して伝えるものの、そのオロナウルの羊については資料によって記述が大きく異なる。モンゴル部では、伝説上の子祖ボドンチャルの血を引くモンゴル部の支配種族をニルン、ボドンチャルの血を引かない非支配種族をドルレディンと呼んで厳密に区別しているが、オロナウル部のみはニルンとする記述、ドルレディンとする記述が混在している。モンゴル騎によると、 ボルジキン氏のカイルカンには、チャウジン・オルテゲイという息子がおり、チャウジン・オルテゲイの子供たちからオロナうる、コンゴタン、アルラと、スニト、カプトルカス、ゲニゲスといった諸子族が派生したという。一方、シ子族氏では、チャウジン・オルテゲイの子孫は、シジウとし、オルテゲイ氏のみとされ、ボドンチャルの血を引かないとある家系にコンゴタン、アルラと、カルクヌートと呼ばれる三兄弟がおり、これが、 オロナウル三氏族の祖となったとする。また、修氏は、コンゴタンの語源が、大きな花であると伝えている。コンゴタンは代々シャーマンを務める特殊な家系だった、ようで、君主の側近としてしばしば高い地位を誇っていた。チンギスカンの父イエスゲーバートルの時代には、コンゴタン部のチャラカがイエスゲーの側近として、チンギスカンから、エブゲンと呼称されるほど信任を受けていた。 若き日のテムジンとチャラカエブゲン、モンゴル筆士によると、チンギスカンの父イエスゲーバートルは、タタル部に毒を盛られた時、今後ン部のチャラカエブゲンの息子モンリックエチゲを呼び出し、イエスゲーの遺族の面倒を見ること、妻を見取るために、コンギラト部に滞在していたテムジンを連れ戻すことを、頼んだという。イエスゲーの死後、その配下の遊牧民の多くは、若いテムンを見限って去ろうとしたため、 チャラカエブゲンはこれを止めようとしたが逆にタイチウとジンのトドエンギル手によって後ろから槍で刺されてしまった。重傷のチャラカエブゲンを見舞ったテムジンはことの次第を聞いて泣きながら立ち去ったという。モンリクエチゲも一時的にタイチウとのジャムカの下にいたが、十三欲の戦いの後に再びチンギスカンの元に帰参した。モンリクエチゲはチンギスカンの実母。 ホエルンと結婚したことやケレート部カンの企みを、干破した功績などによって、前後家人仲裁行為に位置づけられ、モンゴル筆士の更新表では、第一位に列せられている。また、モンリクエチゲの息子たちのうち三人が、帝国の支配層たる千人隊長に選抜されるなど、一族全体が破格の扱いを受けていた。このような厚遇の下、モンリクエチゲの長子テプテングリは、 モンゴル帝国の大シャーマンを務めて増長し、チンギスカンの親族を侮るまでになった。弟たちからテップテングリの増長を訴えられた。チンギスカンはついに意を決してテプテングリを処刑させたが、他のモンリクエチゲ一族は除名し、これ以後コンゴタンの特殊な権威は衰えた。コンゴタン部がモンゴル帝国建国期に急速に勢力を拡大したのは、 チンギスカンの国政改革に不安を覚えた一部に、新民がシャーマンによる真剣的政治を支持したためではないかと推測されている。このテップテングリ殺害事件以後、チンギスカンは大規模な造反、内乱に合うことなく内政、外政を終えている。しかし、テップテングリの処刑後も、今後短期のシャーマンとしての役割が失われたわけではないようで、原始によると、 シンギスカンの孫モンケは、コンゴタン部の転生を知る者から、モンケという名前を名付けられたという。大本ウルスの北戦後コンゴタンが、どのような変遷をたどったかは不明であるが、ダヤン・ハーンのロクトゥベンの一つ、ヨンシエブブには、アラバナカツというお得があり、これがコンゴタンの光栄ではないかと推測されている。村上1970、57から58ページ。 村上1970、46から47ページ、下2013、592ページ、終始には、イエスゲーが死に際に、モンリクエチゲを呼び出した逸話が記されておらず、さらに、コンゴタン部族氏が記すチャラカエブゲンの息子たちに、モンリクエチゲの名前が見えないことから、この逸話は、モンゴル逸による創作ではないかと推測されている。宇野信弘は、 モンゴル騎士は全体として、モンリクエチゲがホエルンと結婚した事実を隠そうとしており、そのため、モンリクがエチゲと呼ばれる合理的な理由を後付けするため、このような逸話を作ったのだ、と指摘している、この記述はモンゴル騎士に基づく。習氏ではやや記述が異なり、移住しようとする大地うととこれを連れ戻そうとするキアトとの間で戦闘が起こり、 その戦闘の最中に、チャラカエブゲンは、背中に矢を受けたと記されている。デップテングリとは、天つかみを意味する称号で、本名は、ココチュ村上1976、112から124ページ、原ン牧さん本義さん、喧騒監視区皇帝、イミナモを歌、英像がみなりの長子なり、年土の得つ、12月3日生三カ自由王骨頭部地転唱者、 こと定語を必ず、大輝、恋もうかためな、もう歌、花こと調子なり嘘男1986、4から5ページの信弘、チンギスカン前半生研究のための、県庁必死と終士の比較考察、人間環境学研究7号、2009年、ありがとうございます。